これ結構すぐ良くなると思いますよ。これだけです。もう終わりですか。はい、もうちょっといきますか。ハリケーデンからこんにちは、美容ハリキングの上田です。どうも、モデルのリコさんにお越しいただいて、久々ですね。はい、久々です、はい、ちょっとその間僕ちょっと、はい、喉を痛めまして。大丈夫です。大丈夫です、はい、もうぶっきりです。本当ですか。体は元気なんですけど、喉がついてこないですね。あ、はい、この間ハリしたら結構出るようになったんですけどね。あ、出るでしょ。これ出たでしょ。何ですか今の声。美声たまにコロスケが住んでるの。コロスケってでも最近あの流行りのウイルスじゃなくてですね、本当のコロスケの方ですね。本当のコロスケ、規定列のコロスケ。ああ、規定列のコロスケ。声でしたっけ。僕の話はどうでもいいんですけども、はい、なんかこの1ヶ月半、背中もバキバキ、胃腸も、はい、お通じも、結構肌荒れますね。肌荒れてて、本当にここ最近できたニキビがここにいるんですよ。あ、います、ね、ここにいます。じゃあニキビちょっと直した方がいいですね。肌荒れ、ね、直したいんですよ。 この間のターンオーバー止まったやつは良くなったんですね。それは良くなったんですけど、でもなんせターンオーバーないから、またこれも多分ターンオーバーないからかかりますよね。そうですね、これ治療しないと、まあ、リコさんターンオーバーないので危ないですね。嫌なんですよ、位置も。2ヶ月ぐらいつけときますか。いや、取った方がいいですね。パッと直したいんですけど。はい、わかりました。バッと直せますね、はい、直したらもう美声になりますから、直しながら。美声、声も変わる。はい、変わります。本当ですか。声は変わらない。あの声の通りは良くなったりしますよね。はい、ということで早速やっていきたいと思います、はい、それでは、GO! 肌が調子悪くてですね、ニキビが出る場合って胃とか大腸の調子が悪かったりとかするんですよね。胃の経絡ってのは首、こういう風に通っても首の動きが悪くなって、強さに言うと付近のあたりが硬くなったりとか、あと大腸ですね、大腸の経絡ってのこう伸びていって、これも顔を通ってほうれい線に通ってここに止まってるんですけどね。この辺で胃と大腸って結構顔に出るんですよ。なので多分胃腸の調子が悪いのがね、結構原因になってると思うんですけど、首はですね、右左やってもらっていいですか。はい、右、はい、左に、左の方が行きやすいですね。右がちょっと行きにくいですね。そうですね、はい、腸が痛い方って、ね、ここの日の経絡とか痛がるんですけど、ちょっと見てみましょうか。ここどこ痛いですか。痛いですね、そこ痛いですか、はい、僕、軽く触れてるだけですけど、これ痛いですか。あ、痛いですね。大丈夫ですか。あ、そこら辺痛い。これ痛いですね。痛い。で、これ10円と1円をくっつけたものなんですけどね、11円。これですね、合谷という人差し指と親指の間にピッとあります。これで右左やってみて、出てきますね。いく、はい、いきますね、はい、まあ、ということで、この大腸がですね、滞ったりとかすると、この首の詰まりが起きて、これでニキビになったりとかするんですね。ニキビのケアとか実際にこうすると思うんですね。クリーム塗ったりとか、それ以外ですね、この合谷っていうやつを11円貼っておくだけでもいいですし、イオン球っていうグッズをね、貼ってもらうとずっと貼っておきますんで、これ貼ってもらうといいかなと思います。この11円はですね、ちょっと効きすぎるので、まあ、1時間ぐらいで話してもらうといいんですけども、イオン球っていうのはずっと貼っておきますね。これを貼っておくといいかなと思います。でも早速全体を整えて、強者のニキビの針をしていきたいと思います。それでは、ゴー。肌荒れニキビの方はですね、胃大腸の調子が悪かったら全身のエネルギー高めてあげた方がいいんですね。なのでちょっと脈を見てからいきます。 OK です。はい、でお腹ですね。なんかむちゃむちゃいいですね。いいですか。はい、さっきちょっと前の動画でですね、あのベンデルの治療とカッピングしてますんで、めちゃめちゃいいですね、はい、でも全体を整えていきますんで、はい、ちょっとですね、経絡治療した後に胃大腸を整える針をしたいと思うんですけど、多分ね、ここはまだ残ってるんですよ。 これ嫌ですね。嫌ですね。これね、こっちはね、取れた。あ、はい、ここちょっとある、こうですね、これ、うん、これ気持ち悪い。これ気持ち悪いです、はい、これ取りましょう。これ胃大腸です、はい、これを取らないとやっぱりニキビ良くならないんで、取っていきたいと思います。ニキビのね、いろいろな、治す方法ってあると思うんですけど、意外とですね、体を整えないで一生懸命ニキビケアしてもですね、うまくいかないんですよ。今緊急のできてるニキビは、それは
セルフケアでね取った方がいいんですけど、結局例えば胃腸の調子悪かったりとかお通じが悪かったりとかすると便秘だったりとかするとですね良くないわけですね。例えば食べ物で甘いもの食べるとですね人間の体甘いものをですね蓄えていく場所っていうのはないので、砂糖を蓄える場所がないのでそれを脂質に変えるんですね。で脂質で油分で取っておくんですね。でそれ取りすぎたらどうなるかっていうと、いらないから出さなきゃいけないじゃないですか。お通じ出すんですね。お通じ出しても便秘だったらどうしたらいいですか。出ないですよね。毛穴から出すんですね。だからいつもより量が多いとニキビのトラブルになったりとかするんですね。結構私はあんまり油もん食べませんって言っても甘いもん好きな方がですねニキビのトラブルを起こしていることって結構あるんですよね。揚げ物とか食べないですとかね。でも、ね、意外とその甘いコーヒー飲料飲んでたりとかね、はい、うちのスタッフで昔いたスタッフですけどね、結構ニキビで悩んだんです。その後良くなったんですけど、その良くなった秘訣はですね、朝からのキャラメルマキアートをやめたんですね。キャラメルマキアート、はい、ただにお昼はいちごパン食べてました。ジャムたっぷりのやつですね。甘いもんですね、はい、でちょっと疲れちゃったって言いながらですねチョコ食べてるんですね。でニキビなんですよ。それね、あのプロになるためにやめなさいって言って入ったばっかり1年生です、はい、でやめたらすごい綺麗になりました。でその子がですね1年後にですね、まあ、甘いもんダメですよって言ってですね成長したなと思ってお父さんは見守るわけですね、はい、そんなこと言ってる間に今ジーンの経路がブワーンと上がってですね、この後にこのねお通じを整える韓国っていうところなんですけど、ここにね楽じゃないですか。楽になります。楽になります、はい、ということでニキビで悩んでる方ね、お通じとか便通が悪くて肌荒れになってるパターンで、ね、この11円を使って良くなりますんで、今針入ってる韓国っていうつもなんですけども、2個目と3個目の指の間ですね、ここに、ね、10円を貼っちゃってください。でそして1円はですね今ここに針入ってるんですけど、合谷っていうところですね、人差し指と親指の骨の間ですね、人差し指側に1円を貼ってください。こうするとですね、胃腸が良くなってきます。で、これで効果ないかなっていう形は10円と1円を逆にしてください。つまりですね、親指側にこの10円を貼る、合谷に10円貼って、足側に1円を貼る。これでも結構改善効果が出ます。僕は動画ですね、クロスした場合とか、いろんな貼り方をやっていますけども、今日のリコさんに合ってる貼り方はこれなんで今ご紹介してます。でこのパターンじゃなくて、ちょっとですね、手と足が右左逆にしたパターンとか他に動画上がってますんで、そちらもですね、ちょっと試していただいて、自分に合ってる方をね、選択してもらえたらなと思います。はい。ということで、局者の針に行きたいと思います。ターンオーバー止まっちゃったんですよね。ターンオーバーないです。私ね、ないです。ねって可愛く言われても結構悲しい内容ですけど、ね、ターンオーバーじゃあ、呼び戻しましょう。呼び戻したいです。今もう、あの経絡治療で戻していってますから、はい、あとはターンオーバーがなくなってしまったこの場所をちょっと刺激して起こせばいいですね。寝てるんで。寝てるんですか。はい、今お休みモードなんで。あら、それにはちょっと長い針ではなくてですね、短い針、6ミリなんですよ。普通30センチぐらいなんで300ミリですけども、30センチ、はい、大体いつも使う針ですね、はい、これですね、6ミリ。これですね。こっち。これアクネシンって。アクニーって言うんですね、英語で。ニキビ。これ、ね、結構すぐ良くなると思いますよ。これだけです。もう終わりですか。はい。もうちょっといきますか。一瞬なんですよ。一瞬ですね。ただ大事なのはこの一瞬で良くなるんですよ、このアクネ診やると。だけど体調整えないとまた出てくるんですよね。出てきたらどれじゃなくて根本直さなきゃいけないじゃないですか。根本直すこの大腸整える、お腹見て脈整えるというのはむちゃむちゃ大事なんですね。ということで7分お休みいただきます。では7分経ちましたので針を取っていきます。これもう綺麗になる兆しが見えてきました。希望が見えてきました。希望ありますか。はい、ターンオーバー始まりました。早っ
すごい。結局何も刺激してないとお休みしてるんですね、細胞って。何も起こってお休みしてて寝てるんですね。寝てる。で代謝が上がんないんですよ、うん、でもなんか傷をしたりとかしたら治そうっていうのが起きるじゃないですか、うん、で針でちょっと刺激してあげるとそこが、まあ、痛くないようにやってもちょっと傷がつくんですよ、なんかね、うん、そして治そうっていう信号を体が出すんですよ、うん、それで一気に良くしていく。これで局所は良くなります。だけど結局根本ね、直さないといけない。根本を直して胃大腸を直すんです。なので動画見てる方も胃大腸を整えてですね、綺麗な肌作っていってください。肌荒れね、今ね悩み多いですけどね、はい、さっき胃腸を整える時にですね、足の筋バランスチェックしましたけど、それちょっと見てみたいと思いますね。こっちが入りましたよ、こう入りますね。こっちがやばかったです。お、全然入りますね、はいはい、これ日の経絡ってこう内転筋っていうのにつながっててですね、うん、胃腸が整ってるかっていうのは結構見たりもするんです。ちなみにさっき痛がってたここですね、ここも痛くないですね、はいはい、だいぶいいですね、うん、はい、で起きていいです、はい、で滞りも取って胃大腸も整えれば肌も綺麗になりますから、はい、ぜひ11年も続けてもらえればと思います、はいはい、今日はここまでになります。他にもですね、セルフケアの動画ですとか、施術の動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。またですね、こういった悩んでる方ですね、一緒に救っていきたいなっていう、新卒の鍼灸師さんですとか、既卒の鍼灸師さんもおりましたですね、概要欄に、スタッフ募集してますので、ぜひ問い合わせてもらえればと思います。それでは、チャンネル登録と高評価で応援の方よろしくお願いします。LINE も登録してくださいね。これ結構すぐ良くなると思いますよ。もうこれだけです。もう終わりですか。はい、え、あ、もうちょっと行きますか。いやいやいや。一瞬なんです。一瞬ですね。ただ大事なのはこの、うん、一瞬で良くなるんですよ、このアクネ心やると。だけど体調整えないとまた出てくるんですよね。出てきたら取る、出てきたら取るじゃなくて根本直さなきゃいけないんですか。うん、根本直すこの大腸整える、お腹見て脈整えるっていうのはむちゃむちゃ大事なんですね。